まさに電光石火、サイドバックの山根の攻め上がり。しかも決めました山根。いいとこまで上がってきてましたね。残したマテウス、マテウス対森田、えぐったマテウス折り返し、中川だ。裏を狙った、左から狙ってマテウス来た、エリキだ。中川折り返してエリキだ。決めればハット、エリキ、エリキラストパス、遠藤が来た。上がりを待ちます。とにかく今シーズンの F マリノスが面白いのは最後まで点を取りに行くところ。そして試合終了、ファイナルスコア1対4。湘南ベルマーレから移籍してきました山根美希です。皆さんに親しみを込めて山根さんと呼んでもらいたいと思います。嘘です、山根でも美希でも何でもいいんで名前呼んでください。山根で、いや、いいよ。パスは田中からに山根が入れてきた。齋藤学村。アウェーでの長崎戦に続く公式戦連発。これ山根のね、自陣からの長距離のこの運びで、運び切ってマイナスのリターンを金子左足。あのぐらい。今よく前でね、はい、相手の前で処理しましたね。これがチャンスになる決定機。湘南ベルマーレ、誰でしょう、山根ですね。上がってきたのは今3列目から山根、大島からつながれば決定機だ。1対1、小林優追いつきました。失礼、山根です。山根のゴール、山根は2試合連続カウンターから山根クルス対決、見事ゴールを奪いました。いや、見事なカウンターですね。あ、引きつける家永を使う、浮かせてこれ山根、フロンターレ先制。いや、時間がやっぱりできて家永外、マインドサイ。さあ山根、山根のミドル気を使います。変化をつけてくるか、どうだ、汗身がシュート、パスが通った、脇坂パスだ、ビビドルシュート、シュートブロック、もう一度行くか、山根のシュート、またシュートブロックです。パスをした、脇坂に対して宇賀神が足を出します。ここは山根を打ってきました、山根打ってきます。梅崎引きつけて右が空いてますが、シュートに決めました。山根ここまで上がってきてましたね。いや、3バックの両サイドが決めるわけですね、はい、脇坂ドリブルで行くが、山根が上がってきた、シュート、わけなくナイスセーブ。サイドバックの山根が上がってきて、ここでの守備、後ろから山根、いい出足、山根来る、山根来る、中に入る、小林ワンツー、山根同点。まさに電光石火、サイドバックの山根の攻め上がり。まあ、ここねパスミスですけども、ここうまく中村が場所を空けた、三笘と斉藤でスイッチ、ワンタッチ、三笘が来た、山根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 、89分追いつきました川崎フロンターレ。ちょっと見ちゃいましたね、ここは見ちゃいましたね。そうした川崎、前にボールをつけて脇坂から山根クロスで、これはすごい、あっという間の同点ゴール。時計の針は6分をちょっと過ぎたところです。アシスト脇坂、決めたのはレア。田中はまず家永と山根を見た、山根が上げた、レアンドロ・ダミアン、後ろから長谷川だ。なんと川崎前半で 0-4。
長谷川がこれで今日2ゴール0対4です。先右足パスにしました。田中を折り返してレアンドロ・ダミアン、谷口の大きなサイドチェンジから崩しました川崎。最後仕上げたのはこれまた今日2ゴールのレアンドロ・ダミアン、2対2。クロスして田中近づいて山根が中に入る。山根を狙った、山根が折り返す、かかとからイエラガだ。お見事、深いところを川崎らしく崩しました。出てきたのはサイドバックの山根、仕留めたのはイエラガ。シーズン最初のゴール。片手スイッチして山根から田中を、いきなり取りました。14分川崎先制。小林が開けた場所に山根が出てきた。うわっと小林優のヘディングだ。終了間際ワンチャンスのようにしました。代表初招集山根のクロスに脇坂、右山根上がる、折り返しヘッド。前節ヘディング失敗しているので今度こそはという形で来ましたね。受けて小林、山根来る、家永、山根だ、ボレー。また家永から山根、上原へ、そして浮かしてマルティノスがトラップをして、そしてここで反転してシュート。しかしブロック、山根のブロックです。今上原から吉野、そしてマルティノスだ。肩を出しました山根。フリーキックから早いリスタートという形、そこからというところでした。君のゴールシーンです。突破も良かったですよね。そうですね。そしてここの反応が早かったですね、滝友選手。山根選手が、はい、うまくえぐっていて中に折り返す。宮沢に当たったボール、山崎中央、これが通ってドリブルスタート、チャンス、山根ひっくり返した湘南、アディショナルタイムのドラマ、2対0から3対2。なんとなんと山根、脇坂からのボール、山根シュートを打つか。片山粘り強いディフェンスをしますが、ここで空いている、真ん中を崩されました。最後三笘が仕留めました。家永の間合いです。抜いた山根、上がったレアンドロ・ダミアン、右サイド深いところまで崩しました川崎。新加入山根でえぐって最後レアンドロ・ダミアン、前半で0対2川崎リードです。なんかまだまだもっと上手くなれるんだっていうのは思いました。あ、なるほど。そういうの得意だからできる、得意じゃないからできないじゃなくて、得意じゃなくても練習していけば、まあ、健吾さんみたいに行くわけにはさすがになかなか難しいと思いますけどやっぱできるようにはなるっていうのは、はい、改めて思いました。